それでは定例の会見を行いたいと思います。私の方からはもうすでに報道されておりますが、沖縄県の尾長知事が県による米軍新基地の現地調査を行うために沖縄防衛局に対し、名護市辺野古沖での作業を1週間以内に中止するよう指示した上で、指示に従わない場合は前の知事が出した許可を来週にも取り消す方針を固めたとされる問題について述べたいと思います。まず昨年の11月新基地建設反対を掲げて10万票の大差で県民の代表に選ばれた尾長知事として当然の行動であると考えます。安倍政権は尾長知事の指示に従い作業を中止し、沖縄県の調査に全面的に協力すべきであります。また政府として米軍に対し県の調査への協力を強く求めるべきであります。より根本的には一連の選挙で示された新基地建設反対の沖縄県民の意思を尊重し、新基地建設の中止、普天間基地の無条件撤去を米国に要求することこそ日本の総理のやるべきことであると考えます。これ以上県民の意思を踏みにじって新基地の建設を強行するなら、沖縄はもとより安倍政権に対する国民的批判が一層大きくなるであろうことを指摘しておきたいと思います。以上です。これは、はい、沖縄県側からそういう指示を作業中止するよう指示することですとか、その下側の中に取り消すということについて沖縄からも県側から連絡が入ったんですか？いや、報道ベースです。はい、普段報道されていることでは確認取れてないということであまりコメントされないことも多いんですけど、今回はそういうスタンプはもう現地でも2時半に記者会見されると知事がですね、記者会見が沖縄防衛局の方に行かれるか、そういう動きが沖縄県の方からも伝わっておりますので、この中身は間違いないだろうと NHK の報道と合わせてそういうふうに判断して、本当でしたら今日夕方の定例の会見なんですけど、ちょっと早めに会見させていただくということもありまして、そういう判断をし今のコメントを発表したということです。はい、憲法改正をめぐって、はい、公明党の中で、はい、環境権を除外するという意見が出ているところが判明しました。これは必要な開発の妨げになるという懸念があると見られているんですけれども、こうした動きについてどのようにご覧になっていますか？報道で私も知った限りにおいてですが、公明党が加憲という立場で主張していたその一つの中身が環境権だったと思います。それが今言われたような開発を推進する上で障害になるかもしれないという懸念があるから取り下げるということだとすれば、これは花からですね、公明党の主張する加憲というものが今自民党が会見を出しております。本丸は9条改憲だと思いますが、それに対するですね、オブラートの役割を果たすに過ぎないものであったということが明らかになったのではないかと思って聞きました。共同としては環境権は決してその憲法改正によらずとも、はい、通常の法律でいいだろうというかスタンプあるでしょう。その辺改めて、はい、日本国憲法というのは
国民のさまざまな権利について幅広く対応できる懐の広さを持っていると思っています。13条の幸福追求権をはじめですね、わざわざ環境権ということを改めて、加える必要なくですね、そういうものについて対応できるのが今の日本国憲法であると思っております。まあ一言言うなら、先ほど沖縄の問題言いましたけど、目の前で沖縄の美ら海が破壊されようとしていることについて、なんだ批判の声を上げることもなくですね、環境破壊を進めている人たちが環境権というものを主張する欺瞞性というものも感じます。よろしいですか。はい、じゃあどうもありがとうございました。